ポルシェが開発した水平対向16気筒エンジン。水平対向16気筒は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、16個のシリンダーが8個ずつ水平に対抗して配置されている形式である。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。海外では、フラット16とも呼ばれ、F16 と略されることもある。また、ボクサー16とも呼ばれ、 B16 と略される場合もある。この形式のエンジンは、モータースポーツ用としてごくわずかに開発された例がある。一つは、イギリスのエンジン製造メーカーである、コベントリークライマックスが1963年から1965年にかけて F1 用の1.5リッター水平対向16、気筒エンジン、FWMW を開発した。ブラバムトロタスは、 実際にこのエンジンを搭載するためのシャーシを開発していたが、当時の現行エンジンであったクライマックス V8、エンジンの採用と開発が優先され、選手権に投入されることはなかった。また、スポーツカーレースの分野では、ポルシェが北米のキャン・アムシリーズに参戦するポルシェ917において、ツインプラグ形式の水平対向16気筒を開発し、 いくつかのテストに投入されたが、これもレースに投入されることなく終わった。ありがとうございます。